コーブートはフリーソフトウェア財団による指示を受けているフリーソフトウェアプロジェクトである。FSF はこのプロジェクトにより多くのコンピュータに存在するプロプライエタリな BIOS ファームウェアを現代的な3 2ビットもしくは6 4ビットオペレーティングシステムをロード及び稼働するのになくてはならない最小限のタスクのみを実行するよう設計された軽量なシステムで置き換えることを目指している。 コーブートプロジェクトは1999年冬、ロスアラモス国立研究所のアドバンストコンピューティング、ラボラトリーにて開始された。目標は、高速な軌道と高性能なエラー処理を行う、BIOS を作成することである。このソフトウェアは GNU ゼネラルパブリックライセンスの条項の可ライセンスされている。主な貢献者は、ランル、AMD、 コーシストムズ GMBH そして Linux Networks Inc. である。さらに MSI Gigabyte ちゃんといったマザーボードベンダーはコーブートを次世代の標準バイオスに位置づけ自社の最新マザーボードの持つ数種のハードウェアインターフェースの使用をプロジェクトに提供している。しかしながらどうやらちゃんはコーブートのサポートを取りやめてしまったようである。Google は コーブートプロジェクトの一部をスポンサードしている。金融先物取引の企業集団である CME グループは2009年よりコーブートプロジェクトへの援助を開始している。また、アームアーキテクチャのサポートを可能とするため出すユブート由来のコードが投入、統合されている。X86、X86 から64アーキテクチャに加え、 AMD Geo でプロセッサシステムもサポートしている。Geo で GX プロセッササポートは AMD により、ワンラップトップパーチャイルドのために開発が開始され、アーテックグループが同社の Davi61 宣言モデル用に、Geo で LX のサポートを加えている。近年では、AMD により、コードが導入されたため、サポートする Geo で LX プラットフォームが増加しており、 アルプックでの動作のためさらなる改良が加えられている。a m d が寄贈したコードは他の Geo でベースシステムのサポートのため、コ o ブートコミュニティによりさらなる開発が現在も続けられている。コ o ブートはフラッシュロムを利用するマザーボードに焼き込むことも可能である。フラッシュロムを利用する AMDGeo でプラットフォームではこの方法でコ o ブートを導入することとなる。 AMD ゲオでベースプラットフォームでの初期の開発から、コ o ブートのサポートは多くの AMD プロセッサやチップセット上に拡張された。サポートされたプロセッサは、などが含まれる。またコ o ブートは AMD のチップセットにもサポートを拡大している。このことから、同様に新規のプロセッサやチップセットが市場に投入されても、コ o ブートは即座に それらに対応できると予測される。コブブートは通常、ブートローダーを使用せず、直接、Linux カーネルをロードする。しかし、ブートサーバーからのコールによりネットワーク上で Linux を起動させる IPX や Linux、Microsoft Windows 2000、XP、Vista7 や BSD をロードするのに使用される CVis のような他の任意のスタンドアローンな ELF 実行ファイルを、 ロードすることも可能であるにより、Windows 2000、XP、o p e n b o o s t のサポートを行っていた。CoVo とーーはまたミラネット、Quadrix、SCI クラスター接続をはじめとする任意の機器から、ほとんどすべてのオペレーティングシステムをロードできる。前日の通り、Windows 2000、XP、Vista、7、BSD を含むいくつかの OS は、CVIS により提供される。 レガシーバイオス機能を必要とする。コーブート固有の特徴として、X86 アーキテクチャ版においては、たった10の命令数のみで32ビットモードに移行し動作するという点が挙げられる。これは、インテルベースのマッキントッシュコンピュータや、その他新規格の PC ハードウェアで利用されている、最新の UIFI ファームウェアに類似する。コーブートは、他のカーネルをロードする、または、 カーネルもしくはイメージをブートする代わりにブートローダーに制御を渡すこともできる。この方法を利用すればプランキューフロムベルラブスオペレーティングシステムカーネルを直接ブートすることも可能である。高ブートは GNU グラブににも対応している。デフォルトでは高ブートは他の BIOS がハードウェアアクセスに利用する BIOS 割り込みルーチンサービスを提供しない。 ペイロードとなるービスは BIOS 呼び出しを提供しているがゆえに、たとえそのような BIOS サービスを要求する OS があったとしてもコーブートはロードできる。しかしながら近代的なオペレーティングシステムは BIOS コールとは別の方法でハードウェアにアクセスし、起動段階の初期並びにフォールバック機構としてしか BIOS コールを使用しないはずである。コーブートは何もない状態から、 ハードウェアを初期化しなければならないため、サポートするチップセットやマザーボードへの移植が必要となる。ラムの初期化前の段階で、コーブートはシリアルポートを初期化する。こうすることで、接続する端末にデバッグテキストを創出することができる。また同様に、ポストカードで報告されるエラーコードを診断できる IC チップを接続し、2桁の16進数。 診断用コードを出力させるためのポート 0X82 バイトコードを送信可能である。別の移植への助力はアイス社が販売する商用製品 RD1 バイオスセイバーへ向けられている。この製品は2つのブートメモリデバイスを組み合わせたものでブートメモリソケットに接続し手動で2つのデバイスを切り替えられる。コンピュータは一方のデバイスから起動し、 2番目のメモリデバイスに切り替えることでイメージをディップログラムすなわち焼き込むことが可能となっている。より高価な代替品は外部に取り付けるエプラムやフラッシュメモリプログラマブルデバイスである。また CPU の代わりとしてもしくはジョイントテストアクショングループポート経由で接続する CPU エミュレータの利用も考慮されている。 JTAG ポートを利用したコーブートを組み込んだ製品の例としてサージュスマーキープローブというものがある。BIOS デバイスに焼き込む代わりに BIOS エミュレータ上でコードをビルドまたはダウンロードできる。ダス U、ブートコーブートは以下の各種ペイロードも読み込み可能である。ペイロードはリブピロードヘルパーライブラリを利用して作成することができるがそれは必須ではない。 Linux ピス搭載機器の出荷予測工ブートが初期化する最も複雑なハードウェアは D-RAM コントローラと D-RAM 自身である。いくつかのケースでは課題となるテクノロジーに関する文書が秘密保持契約に縛られている、またはそもそも利用できない。RAM が初期化されるまでは CPU がそれを使用できないため、RAM の初期化プロセスはとりわけ複雑である。それゆえ、 DRAM コントローラと DRAM の初期化のために初期化コードは CPU の汎用レジスタまたはキャッシュアズラムのような一時記憶領域の形態を取るしかないローミックはラムの代わりにレジスタを記憶装置として使用する C コンパイラであるこれを利用するとタスクはより簡単に実行できるローミックを利用することでシステムマネージメントバスから DRAM の DIMM 上にあるシリアルプレゼンスディテクトラムへのアクセスも比較的容易になり RAM を使用できるようになる。比較的最近の X86 プロセッサでは DRAM が初期化されるまでプロセッサキャッシュは RAM として利用可能である。ただプロセッサキャッシュはキャッシュはず RAM モードで初期化されなければならない。しかしこれは DRAM の初期化と比べ命令数が少なくて済む。 またキャッシュアーズ。ラムモードは CPU アーキテクチャ依存ではあるが、チップセットやマザーボード単位で変化する D-RAM の初期化に比べれば、幾分汎用的ではある。ありがとうございます。